鈴鹿本、根弱物語集とは、平安時代末期に成立したとみられる、説話集である、全31巻。ただし8巻、18巻、21巻は欠けている。根弱物語集という名前は、各説話のすべてが、今は昔という書き出しから始まっていることに由来する、便宜的な通称である、原文が成立してから、すぐ写本として作られたと考えられる鈴鹿本は、 京都吉田神社の神官をしていた鈴鹿家が所有していたもので、天保時代までは奈良神保の所有であった。1920年鈴鹿家の鈴鹿37の日本根尺物語賞という小冊子によって世に知られることになる。現在のこの本の写本のすべては、この鈴鹿本からの写本である。鈴鹿本は1996年6月27日に国宝に指定された。 鈴鹿本は現在京都大学附属図書館に所蔵され、全文のカラー映像が訳文とともにインターネット公開されている。混弱物語集の成立年代と作者は現在も不明である。11世紀後半に起こった大規模な戦乱である前9年の役、53年の役に関する説話を収録しようとした形跡が見られることから、1120年代以降の 成立であることが推測されている。一方、根尺物語集が他の資料で見られるようになるのは1449年のことである。成立時期はこの1120年代から1449年の間ということになるが、方言の乱、平時の乱、自称、樹栄の乱など、12世紀半ば以降の年代に生きた人ならば経典同地の主大事だったはずの、 歴史的事件を背景とする説話が一切収録されていないことから上限の1120年代からあまり遠くない白川法王賭場法王による陰性期に成立したものと見られている。作者についてはっきり誰が書いたものであるかは分かっていない。天竺神丹、本庁の三部で構成される。各部ではまず院が王法丹などの仏教説話が紹介され、 その後に、もろもろの物話が続く定裁をとっている。いくつかの例外を除いて、それぞれの物語はいずれも、根尺という書き出しの句で始まり、トナムホリデニエ、タルトヤという結びの句で終わる。その他の特徴としては、よく似た物話を2編続けて紹介する。二は1、類様式が挙げられる。根尺物語集に再録されている説話は、宇治周囲物語や、古本説話集、 宇治大納言物語などにも再録されており、互いによく似ている。共通する説話の数は、混弱物語集と宇治周囲物語間では81、混弱物語と古本説話集の間では31、宇治周囲物語と古本説話集の間では22に上る。大多数は互いによく似ており、中には一言一句一致する場合さえある。したがって、 宇治大名言物語を除くこれらの三書がそれぞれに取材した資料が同じであったか、そう言っても良いほど近い関係にあったことを示しているように思われる。しかし、これら三書が取材した資料は散逸した宇治大名言物語ではないかと誰もが考えるが、その証拠は何もない。宇治大名言物語の名は南北朝時代を境に急に見られなくなる。 南北朝時代以降は文献にこの名が記されていても、実態は宇治周囲物語や、小よ次であると推定できる。宇治大納言物語は、おそらく南北朝の戦乱下応仁の乱の頃に散逸してしまい、その署名だけが他の作品と混同されるようになったのであろう。宇治大納言物語が、この世から消え去った頃、くしくも、混尺物語集が、 文献の上に初めて姿を表してくる。本朝世俗部の話には、天挙の明らかでない説話も多く含まれる。原文は、平易な漢字かな混じり文で書かれ、その文体はあまり習字に来らないものである。一方、擬態語の多様などにより、臨場感を備える。芥川龍之介は、美しい生々しさ、野蛮に輝いていると評している。極力、どの地域の、 何という人の話かということを明記する方針で書かれ、それらが明らかでない場合には、意識的な空欄を設け、他実の補充を期す形で文章が構成されている。例えば、転居となった文献で、昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがいましたという書き出しから始まる説話があり、その人名が具体的には伝わっていない場合であっても、その話を、 今若物語集に収録する際には、今は昔の国に問い不尽りけりとの形で記述され、後日それらの情報が明らかになった場合にはただちに過失できる仕様になっている。このような変算意図から発生した意識的な欠落部分が非常に多いのが本説話集の大きな特徴である。巻第一から巻第4までは仏教説話、巻 第五話非仏教説話や釈迦の全盛館を含む、巻第六から巻第九までが仏教説話、根弱物語集に層を取った近代作家は多い。中でも大正時代の芥川龍之介による羅生門と花は有名。河合駿によると根弱物語の内容は昔は今と読み替えたいほどで、 一つ一つの物語が長近代の知恵を含んでおり、その理由としては、当時の日本人の意識が外界と内界、字と他を区別しないまま、それによって把握された現実を忠実に書き留めている点にあるとしている。ポストモダンの問題意識は、それがデカルト的切断をいかに超越するかにあり、その点で根弱物語は真に有効な素材を提供するとしている。 小学館より、1971年から1976年に、かけて刊行、巻11から31にかけての本庁仏法部、本庁世俗部を収める、今若物語集1巻11から14巻11.1314は、実践女子大学造本、巻12は、鈴鹿本が定本、今若物語集2巻15から19巻15.1619は、 実践女子大本、牧十七話、鈴鹿本が定本、今雑物語集三牧二十から二十六巻二十点二二二十四話、実践女子大本、牧二十三点二五二十六話、東京大学国語研究室像本が定本、今雑物語集四牧二十七から三十一巻二十七点二九は鈴鹿本、牧二十八点三零三十一話、 東大本が定本、岩波書店より、1993年から1999年にかけて刊行、作品が2001年に刊行、金若物語集1岩波書店、ISBN400 から24万33から640391、牧1から5巻1.34は、東大本、牧2.5は、鈴鹿本が定本、金若物語集2岩波書店。 ISBN400 から2434から 4C0391、牧6から10巻7 9九0は、鈴鹿本、牧6は、東大本が定本、根弱物語集3岩波書店。ISBN400 から2435から 2C0391、牧11から16巻1 1 1 3四4 1 5 1 6は、東大本、牧12は、 鈴鹿本が定本。混弱物語集4に岩波書店。ISBN4 から00から24万36からシー 0, 0 3 9 1巻17から25巻17は、鈴鹿本、ン。巻19.2225は、東大本。巻20は、実践女子大本。巻23は、聖華堂文庫本、牧巻24は、カリフォルニア大学バークレー校東アジア図書館本が。定本。 本尺物語集後岩波書店、ISBN400 からから24万37から9 c 0 3 9 1巻26から31巻26は、東大本、巻27.29は、鈴鹿本、巻28.3031が、交差文庫増本が定本。小学館より、1999年から2002年にかけて観光。 巻十一から三十一にかけての本庁仏法部、本庁世俗部を収める。根弱物語集一巻十一から十四定本は、日本古典文学全集と同じ。根弱物語集二巻十五から十九定本は、日本古典文学全集と同じ。根弱物語集三巻二十から二十六巻二十四点二五二十六は、実践女子大本、巻十三は、 東大本が提本。根尺物語集四巻二十七から三十一。提本は、日本古典文学全集と同じ。修言の道三国伝記の世界第一編。根尺物語の世界。池上淳一。1九9九年。異文者。b 八から二十一。大上院。教閣の日記。教閣使用書報徳元年七月四日の上。四日。聖、夕立。 根尺物語七条ペン使い定見創造室。主言の道三国電気の世界。P8 から21では、成立年代は1130年から1150年と推定している。国宝に指定される、際の修復作業に伴う C14 年代測定でも、写本の成立は1000年から1200年を示しており、原文が成立後すぐに写本が作られたと考えられる。散逸している。 主言の道三国電気の世界、P12 から13、かわいはやを対話する生とし、ありがとうございます。